林原チャンネルの皆さんこんこにちはまあ私はあの歴史家でもあるしまあ美意識家でもあるしまあ今はいろんな社会評論も書いてますしまあちょっとあの私の専門があのフランス文学をやったとですねフランス文学ではのアンドレ・マルロをやったんですが。 アンドレ・マルロっていうのは非常に広い人でですねあの、まあ、小説家で人間の条件なんかを書いた人なんですけどもその人間の条件の中でですねあの主人公がねやっぱり日本人なんですねキヨという日本人で、まあ、それを彼は20世紀の初め頃を書いてでその方がですね、まあ、その大体革命的な人であのそれ以後も まあ「希望」とかですね「あのアルテンブルクのくるみの木」とか、まあ、いろんな本を書いてるんですけれどもこの方がですねまあ20世紀は全般は非常にこの方は有名だったんですが小説家としてですねで革命小説を書くっていうんで有名だったんですが戦後はですね実は言うと美術評論にですねあの転じられてせ まあ、ルーブルに皆さん行かればですねあのいろんな世界の絵が見られるわけですが、まあ、日本を除いてですねあのそういう,こうあらゆる美術館あ,あるいは各地のです、ね、遺跡にあるものあらゆる、まあ、世界の美術的なです、ね、表現を一つの写真をもと、まあ、にですねそして、 全部比そしてもうあらゆる東西南北のものをですねこう同じあ、まあ、その視覚的な、まあ、根源があればみんな同じようにあの比較していくという,もう目の記憶がすごい人でですねでそれをあの空ン美術館という言葉でですね、まあ、つまり美術館を全部頭の中であの視覚的な 視野でですねあの空想美術館と、まあ、水絵イマジネールっていう言葉を使ってですねやっていたんで、まあ、私は非常にそれに同感しましてですねでフランス文学でそれをやってたんですけどもその後すぐに美術史に転じてで日本のものとかねあるいはまあ東洋のもの西洋のもの全部やり始めてそしてあの、まあ、ラトゥールという作家を、まあ、作家を 17世紀のフランスの、まあ、ろうそくの画家といわれる闇の画家をね選んでそしてあのフランスに留学してですねあのまあ,あ論文を書いたんですね。でそこから、まあ、始まってですね BBC を中心としてやってたんですけどもあのやはりですねまあフランスは確かにあの 文化の国ではあるんですがどうもフランスじゃ何か物足りないと特にビスやってますとですねイタリアがいいだろうとでイタリアっていうのはもう本当にあのこう視覚的なあの表現をする、まあ、民族あんまり言葉ではですねあのしゃべらないまあ,あのダンテのようなペトラルカンのような詩人がいますけれども詩人であって大小説家がいないんですね。 まあ牧た地を大小るかとは必ずしも言えないんでですからねこの民族はあの要するに造形ですねそういう形で表現するですからレオナード・ダ・ヴィンチはミケランジョロっていうのはやっぱりイタリアしか出ない、ね、でそれがおそらくねギリシャとこう通じているということで、まあ、ルネッサンス再生といったんだろうと思うんですが。 まあそこに行きましてです、ね、こうイタリアの美術をあをレオナルド・ダ・ヴィンチやミケランジェロをやったんですねでこれはもう本当にねあの私の先生の、まあ、吉川先生が非常にうまくあの誘導してくださって、まあ、フランスからイタリアに行ってそしてレオナルド・ミケランジェロってミケランジェロをやり始めたらですねちょうどシステム・ライハイドが。 あの修復だっていうことでそれもまた日本人のあの日本テレビの,あの小林会長がですねこうカトリックだったもんですからそのまあお金を出してですねその修復をのまあ代金を出したということでですねで日本人ならいいだろうということで日本人の研究者をあの足場まで乗せてもらってですねあの 全部ミケランジェロを研究したということが、まあ、本当に私にとってはおそ、まあ、らくゲーテが言うようにこの世界最高の美術作品だというか、まあ、彼が言ったのをこう10年ぐらいああの修復の間だけ勉強することができて、まあ、研究することができてそれはまあ私の,あの日本での、まあ、博士論文になったんですが。 でそうしてですねやはりあの西洋の美術の、まあ、ある意味で最高のものを見たあと今度はですね大体いい同じレベルのものが日本にあるじゃないかということに気がついてそれで日本の,あの天平のですね「あの国中の村寺君まろ」丸とか、まあ、法隆寺とかですねそれから鎌倉の運慶とか大体いいこの辺の まあ論をです、ね、全部一応書い例まあ日本ではですねあの西洋美術の人が日本のことを書くとみんな無視しようとするんで、まあ、本はたくさん出したんですけどほとんどあ,のあんまりこう研究者内ではだでは無視されてるんですがしかしの日本美術全史という形でですねあの本が出,る出すことができてそれがまあ今。 まあ、を重ねてるんですけど、まあ、それも大体、まあ、日本の日本はまあ美術史なんていうのがちょっとあんまりこうあの主流に思われてないらしくてですねあの結局、まあ、戦後の,です、ね、あの伝統と文化を否定する風潮の中でですねやっぱり私のような伝統と文化を非常に重要視する、まあ、立場のものは無視されてきたんですが。 まあしかしですねこれからそうは言ってられない時代がやってくると思うんでまあそれであの今まあ大手を振ってですねあの私のまあこれまでの研究成果をあの皆さんにもお伝えしたいしそからそういうものを中心としたですねあの世界史っていうものがあると思うんですね。だだいいいいいたたですね西洋人が書く歴史史世界史というとう戦争と それから、ほとんど経済の歴史なんですね。で、そういうこと自体がですね。まあ。常にこう戦争に勝つか負けるかというようなことが。こう歴史の。メルクマールになってしまうとですね。日本人はね、実は縄文時代なんていうのは。ほとんど戦争してないんですね。だから、日本の戦争っていうのは、ほとんど全面戦争じゃなくて。あの。 関ヶ原の戦いだとですねぶつかっても周りに農民が眺めているような戦争でですね決して日本というのはやっぱりそういう戦いを避けるあのやっぱり国譲りの精神の国ですから戦争の歴史というとですね全くこうこの日本の国情に合わないわけですね。ところが 日本以外はほとんどそういう,こう戦争とそれからまあ疫病の歴史というかですねそういうことになってしまうので,で結局それはあのまあ大陸の国々が争ってるということがまあそれでこう生き延びることがあるいは生存の競争をやってるわけですね。そういうういいこことととで歴史が作られてるということを であるわけですです私はまあそういうものと違う日本というものをねこう素晴らしいと思ってるんでそれをあのちょっと軸にですね皆さんにお話したいと思うんです。でご存知と思うんですけどサピエンス氏というねこう今もう世界中売れてるという人なんですが <laughs> ハラリーという人で、まあ、サピエンスと全誌」誌という回転です。 これが世界の歴史であるという格好で出てるんですが残念ながらですね日本のことはほとんど出てないというか明治の時代ですねこの結局西洋を真似したっていうことだけでこう評価するようなところがあってですねやはりあの、まあ、この人はだから若い人ですけれども日本,が日本に対する視野が足りないっていうか。 も、まあ、ちろんユダヤ人なんですけどねでユダヤ人はあの実を言うと日本,に日本をものすすごく評価する人たちが私はですね今まあ留学してたんですけども留学したストラスブル大学あるいはパリ大学の先生はほとんどみんなユダヤ人なんですね。で大体ヨーロッパのね学会とか知識人あるいはジャーナリストの優秀な人 もうほとんどユダヤ人ですねで,ですからあのよく考えてみるとですねフランス革命からですねユダヤ人がまあ幕府するっていうかですねお金をとにかく持ってますから、まあ、利子をこう取ることができるのは唯一ユダヤ人だということでですねで結局お金をどんどん、まあ、ロスチャイルド系をして。 まあ中心です、ね、貯めていくそうするとですねそのお金を使って世界をいくらでもこう動かすことができるというそういうことが彼らの手段になっていくわけです。でまあフランス革命では結局ルイ16世をねルイ王朝を倒すということをやってますからそれでこう市民革命だって 言ってるんですけども、やはりですね、あのそれを導いたな、あの革命なんていうのはね、実に言ってものすごいお金がかかるんですねで。人々をこう集めるんだって、プラカード一つ作るんだって金がかかるわけです。で、特に人を動かすということはもう本当にあのお金がかかることで、ですからお金がないと革命はできないんですよね。 で、ロシア革命は同じでですね。で、その裏に常に。ユダヤ人まあ、ユダヤ人陰謀説っていうのを皆さんまあ言う人が多いんですけど、そういうことはね。あの言うの言う人はほとんど素人です。歴史の素人ですね。やっぱり本当にあの動かすことはお金と。それからまあ、人材ですけれどもね。結局そういうことをこうやっていく能力があるのはだいたい。 ユダヤ人になっっててしまってんですこれはまあだから西洋っていうものをね作り出したのも実は言うと近代っていうのを作り出したのもユダヤ人たちなんですね。ただそれを日本なんかでは潜在化してますからでユダヤっていうのは国がないからですねあのどこかにこう所属してるわけでですからその国の人の名前で出てきちゃうわけです。そうするとです、ね、ユダヤ人っていうのが見えてこなくなるもんです。から まあ日本でやってるような西洋研究者はみんなもう国単位でで見てるわけですねしかしみんなそこにあのユダヤ人たちはいるわけで,でユダヤ人っていうのは別にその特有な思考形態を持ってましてですねでまあこの人もそうなんですけどもあの結局共同体よりも個人で見る。 それから国家を否定,否定するっていうのは国家を感がないんですですから常にこう国家っていうともうそれを実感がないもんですからね否定するっていうかないものだということで語るわけですね。だけど他の日本人も含めてあらゆる国の人々はやっぱり自分はフランス人だ自分は日本人だっていうところでお話しすると当然自分たちの 国家のの歴歴史史がが所属するる共同体の歴史が出てくるわけですねでその所属する共同体の歴史の中で自分の意見を出していくという、まあ、それしかできないしですね子どもの時二十歳まで育った環境っていうのは絶対に言わせられないしあのもうそこで身についてますからで DNA まで,です、ね、身についているとするとやはりその所属するところっていうものが 人間の根拠であるでこれから私のねあの歴史はこういう歴史は全部個人の歴史として書いてあるんですね。で今はまあ家族破壊家族が今もう崩壊してるということも実を言うとこのユダヤ人たちがそういうことだから戦後ですね特にそういう。 家,庭家族というものがああいうこのホロコーストを生んだとあのユダヤ人を憎,憎ませたんだというような変な論理でですね家族崩壊を全部世界中にばらまいたわけで特にアメリカがですねところがですね世界中みんな家庭を一生懸命保とうとうしているののは当たり前のこ,となんですこれはもうですから皆さんだってみんなお母さんから生まれてきてるわけですからお母さんお父さんがいれば。 もうそれが家族ですからねですから家族っていうものが常に単位であるということで人間っていうのは6歳まではですねおっぱい飲んだりもうお母さんのあるいはまあ誰かの世話にならないと絶対生きられないんです1人だと日日ででで死んんじゃうんですからね4日でだからそういうことが一人では生きられないということが大事なことなんですね。 ですからそれが共同体と人間の始まりで、日本人はもう完全にそういうことが当たり前だというところで生きている民族なんです。ところが西洋も実を言うと同じなんですよね。ところがこういう人たちがいるから、あのつまりユダヤ人がいるからですね。でやっぱり個人意識だけを振りまこうとするわけです。この人たちはもう場合によってはもう若い 子どもの時から一人で生きざるを得ないというディアスポラっていうねこう拡散するもう世界中歩くっていうか家庭であっても家庭から引き離されるっていうことがまあ多いというかですねそういうまあ必ずしも全てじゃないんですよね。だからそういういい感覚を身につけている人たちなんです,ですからねやはりそれをそういう人たちの書いたものっていうのは国家観がないから。 あたかもそれがですねあの世界の歴史を作っているかに見えちゃうんですね。まあ,あのちょっと難しい話になったかもしれませんけれどもやはりですねあの私はだからその過程というものをしっかりと持つそして共同体というのを持つそ,そしてその上に天皇がおられるというようなことの日本の全体の歴史とですね こういうい個人でついに動いて戦って生きるというこのこのホモ・サピエンスを書いた民族というものと非常にこうある意味で対照的なあの2つのですねこう流れをでこの本当はですねですからあのみんな自然自然からあの始まってですね 自然の中で自分を。その一部として考えるということは、どこの民族でも本来は同じなんです。で、大体太陽信仰から始まるわけですね。あらゆる信仰がで太陽の恵みでですね。我々は生きているということが、やっぱり自然信仰のもとになるわけで,すで、日本人はもう生にそれだんですね。だからアマテラスからみんなやっぱり太陽信仰であるとしかし向こうはですね。 結局こう常にアッシリアもうこのユダヤが最初モーゼがですねこうエジプトに奴隷としていたなんていうことでですねでそれはもともとまあ 今のですねこのイスラエルあるところに自分たちがいたんだけどそこで追われてエジプトにで奴隷にされた奴隷からまた戻るためにですねこのシナイ半島を取って戻るということでもまあこれももう離散した人たちがまた戻るというその辺からですねもう個人で生きなくちゃしょうがないという感じのこうまあ 生きき方がででてしまうわけですねそれで同時に砂漠あるいは非常に荒野っていうのを中でさまようというようなことになりますとですね彼らのの一神教が出てくるのは当然なんですで結局自分たちを守ってくれるもの自分たちがこう信じなくてはならないものそういう荒野の中でですねこう信じる宗教っていうのは当然出てくるわけです。それがやっぱり ユダヤ教であるわけですね。で、その一神教やべっていう神で、その神が全てを作ったんだというふうに言うわけです。ところが日本はですね。あの古事記や日本書紀をもあの最初読み解けばわかるんですが、天土っていう言葉が最初出てくるんね。で、天土が最初にあって、その混沌たる天土のが本来の日本。 人間のの最初となんだとそしてそこから初めて「雨のみなかの主」をはじめ三神が出てくるということでですねあの自然が神を作ってるんです、ね、それからユダヤ人たちは神が自然を作るというでここに完全にですねこのある意味で西洋と日本の違いが根源的にあるわけですね。 で私たちは自然というものをこう信頼してるっていうかあの信頼してるっていうか信頼せざるを得ないというねでどう見たって私,の私たちの体を見ていて猿とはあんまり変わらないそれからあの動物たちともさ,さほど変わらないあとはその頭脳がある手がこうあるというですねそういうことが、まあ、我々のこう特徴であるわけでしかし 重要なのはですねあの人間の体が裸になってみるとどこにも人を殺す他の人を殺める武器がに人間の中に組み込まれてないんですね爪も短いし歯も短いしですねですから動物が持っているあの結局殺す能力は人間にないんですよですからこれは何かというと自然が人を殺すなっていう だから人間というのはやっぱり人を殺してはいけないということなんですあるいは殺せなないっていとうことなんですまあ殴ることは可能ですけどね、まあ、徹底的に殴ればということはあるかもしれませんがまあそういうことを無理なことはない限りは自然では絶対にあの殺せないところが動物たちは必ず殺せるわけですですからねやはりそこに動物と人間の違いがあるわけでですから 人間というのは戦争しちゃいけないっていうことは最初からあるわけです。ところがこの歴史にしてもあらゆる歴史にしても戦争の歴史ですからね。ですからこれは人間に反していることなんです。あるいは自然に反していることなんですね。で自然の中だって自然淘汰があるじゃないか。あるいはまあ、進化論ですね。こうあるじゃないかと言いますけれども、それはやっぱり自然の中で。 量的的ななな問問題題でであって質的な問題ではないんですね人間だってやっぱりあの肉を食べる野菜を食べるというのは自然を殺すわけですけれどもやはりそれはもう量的な問題で調節が取れるわけですですからまあそういうことでですねあのこういう歴史と違う歴史を書かなくちゃいけないそれからこのサピエンス史の一番重要なのはですね このサピエンスですからサピエンスっご存じのように知ですよ、ね、知識知ローマ大学が「サピエンツ」ラピエンっていう大学の名前をつけてるんですがあの、まあ、そこで私もあの1年なあの留学したことあるんですがそのサピエンツァっていうのは知識それは神の神の存在の知識である 神というものを中心とした知識であるということであって我々のサピエンスというのは違うんですねそれはこう生活する自然の中で生きていくというですから自然といかに調和するということが我々のサピエンスであるわけですですからやはりです、ね、根本的にこの西洋のこういう人たちの歴史観と違う 独自な日本の歴史観があっていいわけでそれが本来はですねこういうユダヤ人たちに支配されたあるいはまあユダヤ人って支配されたっていうのはちょっとおかしな言い方ですが実を言うととキキリリスストト教教でですすねもう西洋はほとんどキリスト教ですそれからまあキリスト教いろんなあのカトリックもあるし、まあ、プロテスタントもあるしいろんな流派がありますけれどもやっぱりこの。 バイブルを中心としたものでキリスト教それは誰が作ったかユダヤ人なんですよねで旧約も新約もユダヤであるで旧約から基づいたですねこの,あのイスラム教もそうであるとですからねであの結局ビザンチンなんていう、まあ、ロ,あのロシアをねこうあるいはギリシャを覆ったあれもやっぱりキリスト教ですから。 ほとんどやはりこうユダヤ人の考え方の中であのヨーロッパというのはできてしまったわけです。ですからそれに染まらない今だってたった1%もいないあの日本というのが完全に違う文化であるということがですね言えるわけで、まあ、このことがですねやっぱり日本人のこう非常に重要なところであるわけです。 ですから日本人であることをきちっと理解した上での世界史というのは書かなくちゃいけない。いずれと私はですねまああの一週間前にパリにいたんですねでパリに何しに行ったかというとこのジャポニズム展今ジャポニズムの展覧会が2018という名前で安倍さんのもとにですね国際交流基金がやってるわけです。 で私の友人っていうと、まあ、先輩なんですが津川雅彦さんがですねこの文化の審議会あの文化庁の外に、ね、そういうこの文化を推進するあの、まあ、委員会で会長になってその方がまあこ,のハムこのジャポニズムを推進されたんですが、まあ、残念ながらお亡くなりになってしまったんです。 でここにも安倍さんのですね、この肖像があってその次にマクロンさんの、まあ、肖像があるわけですが、まあ、あのメッセージがあるわけですがやはりあのやっぱり政治家たちが一生懸命こういうものをやるっていうことがです、ね、大事なことで、まあ、それから、まあ、このフランス中ですね、ゅというとやってるんですね。ですからこれだけのお金を、 出すのはもう国しかないわけでですからまあ,あのやっぱり国がこう文化を推進させるっていうのはそういう意味で非常に大事なわけです。で,パリだけでもこんなに会場があってですねで私は、まあ、あのここのメゾン・ド・ジャポンであの講演をしてきたのはこれはまあジャポニズム19世紀のジャポニズムの重要なあのセザンヌのことを、ね、こ北斎と 比較してやるとということでですねで考えてみればジャポニズムっていう言葉はですね実を言うと19世紀から出た概念でそれがあのインプレッショニズム印象派に大きな影響を与えてそれがまた20世,20世紀の絵画にずっと連続して展開したということで。 つまりジャポニズムっていうのは重要性っていうのはですね印象派にフランスの印象派ですねマネ・モネゴッホあのゴガンですねこのでその中核にセザンヌがいるわけです。ところが今までセザンっていうとですねもうあのジャポニズムの外にいるということでですねこのまあ言われてきたのを 私はそうじゃないとあの人もやはりジャポニズムなんだということを北斎と比較しながら論じてきたんですがまあそれはまたちょっと個別の問題になるのであのここでは深入りしませんけれどもそうするとですねやっぱり西洋の中核までやっぱりジャポニズムの影響があるんだとそれから現代に至るまでですね近代から現代っていうものもジャポニズムの影響がある。しかしかですね、うん 根本的なことを分かってないんですよね。あの西洋人は日本に対して、それはどういうことかというと、北斎のですね、あのまあここにも北斎のですね、あのまあ富岳三十六景が出てます。で、この富岳三十六景のこの風景をセザンヌがなんで見るかというとですね、形とし,しか見ないんです。ですから富士山というと我々はですね。 あの富士河があるようにまあ皆さんも今今ですとねあんまりこう富士山を見て神々しい宗教的なものがあるというのは感じないようになっちゃってるんですがただ山であると美しいだけだと。しかしかこれはもう江戸時代まではですねね本当に神様だったんです、ね、ですすから富士河というのはやっぱりこれを登ることが大事だということでもう が江戸中できたあるいは関東中できたわけだそしてですからねあのセザンヌは何て見たかっていうとこれを単なる山の形として見たわけですからねあの南仏のもう大した山じゃないビクトワル山をこう富士山に見立てて描くということをやったわけだねそれはどういうことかっていうと絵画として自立した世界を作ることでいいんだと。 そこに聖なるもの宗教的なものをこう排除すると、だからこれを見て西洋人はですね美しい山だなっていうだけのことなんですね。それは形の世界でしか見ないところが北斎も広重もまあ日本人もみんなですね富士山見ると何かやっぱりあの別なものを感じるわけですね。 まあ今の人はどうか知りませんけれどもしかしあの、まあ、大体今の人でもですねあちょっとこうふっと見ると素晴らしいなというところにそういうものを感じざるをえないわけです。でだからね日本の誤解から始まったんですよあの西,西洋の近代っていうのはね近代ビースっていうのはつまり形の世界だけを追求しようとそういうことでなってきて自立した絵画世界いう といいうののをこうずっとあの追っ追ていくのがまあピカソ以降ですねのもう意味がない美術に意味がないんですね。というふうにしてどんどんぶっ壊していったのがあの重要なあ、まあ、現代美術の過程なんです。で今度ですねこのジャポニーズムの中であのモンマルトルですねそう言うと「 このアール・ブルットっていうですね展覧会があってでこれは何かっていうとですね精神病の人のですねあの絵なんですねあるいはもうほとんどあの何のこうまあ,あ子供っぽいですねとにかくもう何かを作る作為的なものはなくてもとにかくあの。 漫画でも何でもいいと、だからストリートアートっていうかですね、汚い壁絵でもいい、何でもいいから描くという、まあそういうまあ自由なあの絵画を日本人が描いたものを集めてですね、モンマルトルであのまあ,あ展示してたわけです。だからまあそれもまあ日本人がの絵画まあ非常に注目されてたわけですが、まあそのことがですね、こう 一層ですねフランスが今パリがモンマルトルがですねこうなんか持った美しかったエコールド・パリの街がですね完全に荒れた白まあ清白というと差別されるって言われますけれどもそういう人たちの絵になってしまったとそこで私もねこう パリっていうものがこう前はですねこの私が行った頃はあのポンピドーセンターっていって今現代美術館になってますけどその現代美術館が工場のようなまあ建築でであるわけですそれから日本文化会館もガラス張りのですね全然その周りのこう古いベルサイユ風のものが市民化したパリの街並みに合わないんですね。 でそういう現代のこうそごっていうもので今もうパリがどんどん侵されていって結局パリの美しさがどんどんなくなっていくというまあそ,それがですねあの非常にあの私にとってももう気がかりであの今度行って本当にパリに来たってたという感じが全然しないんですね。パリに行ってきたこことを大体皆さんはねこう あの自慢話のあ、まあ、最初にあのそういうことを言うわけですがもう自慢できないんですよパリは。でこれがねちょっと非常に重要なことででまあついでに言えばですねあのデモがあったで今ものすごいデモがあってですねあの要するに。 今度は労働者のデモではなくて、まあ非常にこう。なんていうか、まあ。得体の知れないっていうかですね。で、結局、あの。意図的な、あの。黄色いジャケットを着た、まあ。道路妊婦っていうかですね。そういう人たちの服装をして。たくさんの人々が。まあ。シャンゼリゼをですね。 あのデモしているというそういうのに出会ったわけです。でそれがまあこう本当にこれまでのデモと違うあのものなんですね。で私はあの先ほど言ったようにフランス留学した時の1965年から69年70年ぐらいまでいたんですが68年にですねこのフ,ランスかフランスで5月革命というのがあって。 まあそれがあの戦後のですねあのこう一番学生運動のもとであるしそれからまあヨーロッパにおけるですねこう戦後のまあフランクルト学派っていうかまあマルクス主義がこう文化破壊っていうことに転じたあの運動を始めたんですね。それから 大学を崩壊させるまあ日本でも東大紛争がありましたけれどもあれと同じことをやり始めてで結局ですねあのもう戦後は破壊の過程文化を破壊する過程だったで典型的なのは中国の文化革命ですねあるいは文化を作るんじゃなくて文化を破壊する革命だったそういう事態がずっと続いてきたっていうことなんですね。 でこのアール・ブルッっていうのはまさにそういうものの典型なわけです。もう名画家でもなくていいんだとそんな技術なんかなくてもいいんだともうどんな粗末なことでも素人でも何でも書けばいいんだというそれがこう権威否定であの権力否定にもなるんだというそういう観念ですからまあ行きましたけれども何の考えも浮かない浮かばないですね。でその 何の考えも浮かばないっていいるんんだととうことなんですね。で、そこまで言ってるんですよ日本の現代の文化は。でそれがやっぱり一般の方々はですねこう特に日本人はあのもうそういう県内にいませんからねやはりそれがなんかパリの一部だと思ってますけど実を言うともう彼らはパリはパリの伝統文化を意図的に否定してるから。 でそういうことを見ていくともうパリはダメなんだということがはっきりするわけだそれでこのパリのですねこのジャポニズムに、まあ、私のまあ講演も含めてたくさんの人が満員なんですね。で非常に今もうジャポニズムまああんまりあのこれは、まあ、テレビやですねあのメディアの話題にはならないんですよ。 いいうののはは彼らら方向ではないからしかし今この日本のジャポニーズムはものすごい人気があって人々がたくさんあの見てるんですね。ですから日本に何かを求めてるっていうことはもうまさにこれは逆になってきたんです。フランスが日本に何かを求めてる昔はですね戦後はすぐは日本がもうフランスに一生懸命憧れてあのそこで学ぼう学ぼうとして、まあ、今でもそういう人いますけれども。 やはり今はですね日本に学ぼうとするあるいは日本にこう一つの憧れを持つということが西洋に生じているんだということを我々はあの知っておかなくちゃいけないね。でまあそういう意味でですねこのあとちょっとこの「林原チャンネル」でこういう話があったんでやはり日本を中心にしたですねこの世界。 ホモサピエンス史をやらないといけないなというふうに、まあ、感じ始めたわけです。で、大体、こう、どの本もですね、まあ、西洋中心の。もう四大文明からすべてがですね、こう、どっちかというと、まあ、そういう。西洋にの近代文化を、こう。まあ、に向かっていくというような、そういう。立場で書かれたものだけなんですけれども。 実は今は世界が日本をこう見ている特にフランスが見ているあるいは世界が見ているということを身を帯したそういうこのそれを考えた上でですねやっぱり日本の中心にしたあの文化史をあるいは歴史をあの書かなくちゃいけないだろうと思うんですね。 で私はまあちょうどいい時期あの、まあ、西洋の根源をこう美術であのバチカンのお、まあ、修復をずっと立ち会ったり、まあ、あれはそこはあのシステラハイドっていうのはですね、まあ、ある意味でカトリックの総本山の一番中核ですから、まあ、そこの,あの修復の間にあの、まあ、研究してきたそれからまあ ああそこに書いてある創世紀の場面はですねまさにそういうこの西洋の考え方のまあ根幹ですからそれを見た上でやはりあの日本というものを見直すということができれば非常にあのまあ日本の歴史がですねより浮き出てくるだろうというふうに思って、まあ、ちょうどいい時期だということでですねこういうまあ文明史をあのちょっと 提案したわけです今回この邪馬台国は存在しなかったという、まあ、あのまあ私がずっと言ってきた持論でもあるしやはりこれはですね非常にあの 問題になると思うんですねこの邪馬台国論は戦後まあ1,000冊以上出たと言われるほどですねもうこの存在が明らかだと思っている人が多いんですけれども学教科書まで載ってますけれども実を言うと存在しなかったんですよなぜそういうことないのにですね人々はその学者はですねこれがあるかのことを言ってるかそれは はっきり言えばですね、天皇を否定したいからなんです。これはもう左翼の人たちだけなんですね。ですからこれによってですね、義州は人伝、義州は人伝なかったと。そして日本というものは別の歴史のこう天皇の歴史っていうのがやっぱり正しかったんだっていうことがわかると思います。で皆さんにですね、ぜひこれを読んでいただきたいと思うので。 皆さんにお分けしたいと思うんでぜひこれを欲しいという方はご連絡ください。